はい、皆さんこんばんは、姉さんです。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。ということでね、姉さんがお送りするムサオロチ3、まあ、今回もねユニーク武器の方を取っていきたいと思います。はい、今回はオーディンだそうで、はい、ちょっとね難しそうなんで、一応ねもう一度ね挑戦目標だけしっかり確認してね。ロキを撃破しての、ロキ多分これ最後なんだよ、うん、だからそれまでにオーディンを縛れちゃうと、さっき倒したやつルキ出てこないんだよ。でアレスとアテナが敗走せず勝利。ああ、で4分以内に全てのレースを撃破。これが一番難しい、はい、と言ってね、まあ私各ハイボール濃いめ飲みながらやってるんですけど、美味しいわ。そんなん言うても案件後編でえぜひぜひね、サントリーさんよろしくお願いします。サントリーだよね、多分サントリーだ。サントリー、はい、サントリーさんぜひぜひ。4分以内に全てのレース、うん、どこ。だってあのレイズってあれでしょ、あのモンスターの形になってるやつでしょ、うん、だからどれかわかんないけど、まあ逆にいるからね、まあ、レイズさんそのまま北上がって1匹目行ってくれて、うん、私も北上がって1匹目行って、まあ道中いるやつみんな殺してくれたらいいかなって。大砲か、ユグドラシルの感染はマジか。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか私なんか方向悪いんだね、向いてる。ちょっと今回遊ばないよ、普通に殺していこう。あ、これかあ、これ。うーん、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い、何こいつ。めっちゃ強かったやん、これ。ちょっと待って。チョコを待って。おい。でもそんなに別に大して強いわけじゃないのよ。はい、終わった。とりあえずお前と遊んでる場合じゃないんだよ。やめて、やめて。死なないでよ、死なないでよ。高虎ぐらいにやられないで。よいしょ、倒した。とりあえずでももう最悪無視してもいいよ。肉まんが出てきた。無視してくれてもいいよ。これサイクロプスだったわ。グリフィ、ホットティ。うん、とりあえずレイズを。あ、オリジンはいるわ。あ、レイズおった。レイズ先行こうか。4分以内よかった。こっちこっち中にいるな。結界や、オリジンだ。ちょっと待って、ちょっと待って、技がたまんない。うるさいわ、もうこっち外れ。よいしょ。あ、これは南から行かない意見っぽいな。行くか。4分きついな。一丁前にガードをするなもん。姉さん1匹ぐらいやった。何がレイス、うん、1匹倒した。え、ちゃちゃちゃ、結界張られてんねん。行かれ。え、ほんまに。そっち開かれてるらしい。じゃあ私も道開きに行こうかな。いや、長政は、え、もうもうちょ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 、いや、長政最悪無視して、そいつじゃ無理やで。止めた止めた、レイス倒した。全然減らん。ああ、いけへん。うざいわ、お前らも止まれ。え、全然減らへんで。え、止めた。でも え、ただ単に、あ、いった。終わった。うーわ、食らった。あんた大したことなかった、こいつ。痛い。え、めっちゃ、めっちゃ食らう。ちょっと待って、待って、待って、待って。よいしょ、オッケー。こっち行った。おぉ、そっち行けるか。ちゃうね。地味に強い。そこまでじゃないで。噛むとこんで、これ。金つぐと。あー、南か。くっそ。えい、いや、ちょちょちょ、待って。ほんまな。あ、あ、ちょっと、ちょ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 っと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。あー、もう総合しちゃった。もったいな。ちょっと。もったいないことしちゃった。ちょっと、的を折ったレイズ身につけた。とりあえず止まれ、お前ら。
ちょっとちょっとちょっとめっちゃ痛い痛い、うるさいわ。魔法器が相手だろうが何だろうが、オリジンがめっちゃ邪魔や。あ、やばいやばい、うるさい。スノー、ほら倒した、いって、出せ、どうしよう、出せ、出せやねんけど、幻影消滅。しゃあ、ここ封印されてんねんけど、俺向こうに抜けられへんねんけど、どうしよう、どうしよう、しゃあ、ちょちょっと気ぃつけて、まずザコんとこ一回引いた方がええって。ザコやって回復やって、サイクロプスがおんねんて、うん、ザコなんとかしに行くから。ちょっと下がって下がって、いや大丈夫、回復した。じゃあ任すで。じゃあもっと上結局攻めなあかんのか。じゃあこっち切ろうかな。ちょっとあっち行こう、かっこいいとこ見せちゃうよ。ちょっと辛い。わしはあちらへ向こう。よいしょ。そんならわしは向こうを探したのは。じゃあ私はこのサイクロプスを黙らせるわ。はい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 、レース行かなあかん。レース倒した。全部、うん、全部、うん、ほんまに倒した。達成って出たで。あ、出た、うん。終わったサイクロプス撃破。ちょ、あ、またオリジンがおる。あ、ここも結界。あ、オリジン終わった。どこよ、あっちまで行かなあかん。変な降りるな。やった、馬だ、当然やろ。何遊んどんの。馬だったっけ。違う馬が出てこん。あ、出てきた。え、ほんまに消えた。ある程度まで近づかんとイベントが発生せえへんから。もう来た。うん、あ、これでオーディンがおるか。まあオーディン私もおるけど。ここまで成長すれば十分よ。ユグドラシルよ。そう、俺もできるんじゃん、その技。いや、戦闘って。え？あと一歩で願いが叶う。実がなる瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ。全てを我が手に。貴様、今よ、さあ神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。何任してんのこのおっさん。行け、人間の手でこの物語を終わらせるのだ。しばらく待ちだわ、オーディン。貴様、自分のしたことが分かっているのか。ノーマンとか、うん、ただあいつらちょっと見ておいてよ。うん、どこおる、わかんない。ちょっと私その間に周りのザコやってくるわ。この辺おるんじゃない。人間の超おるか、ここやろ。とりあえず拠点を落としていって、下の方、やば、危ない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 。あ、ロッキー出た。どこ、いや、わかんない。いや、あっこから出てくると思うんだけど。あ、ここおるわ。あっちのアレス。あ、じゃあ後の雑魚いいわ。じゃあ私生き返ったら両方まとめて殺すわ。生き返ったら、うん、そのロキ殿と戦うのは私の仕事だよ。超いっちゃってるよ、超いっちゃってる。はいはい、違う、まずロキがいるかどうかなの。あの下の故障はいいの。あれは別に今回はあんまイベントとしては関係ないんだよね。
よ。まだオーディンしかいないよ。ダメだ、まだダメだ。あれ一気にやったやつ殺しちゃうかね。いやちょっと食らわした方がいいのかな。オーディン、うん、ちょっとしばいてみる。死なない程度に。死なんとってよ。私は死なないよ。わかる。いやだってこっちには裏技があるから。ほらへん。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。出てくるんか。じゃないの。ロキ復活。うん、どこに。あ、いた。じゃあそっち頼むよ。私はすでに死んでいる。今は王子の操り人形に過ぎない。どうした。ロキと思うよ。何度倒れようとその体が使えなくなる。ちょっとオリジン欲しい。人形として働く。その使えなくなるまでしばいていいの。オーディンとロキを引いてます。あ、ロキを引いてます。もうオーディン倒すだけや。ようやく手に入れたのだ。何、あ、ごめん。ちょっと、え、何、ちょっと行け。人間の手でこのマジですか。何もしてないって。じゃあオリジン倒しただけやん。貴様、自分のしたことが分かっているのか。でマジですか。とりあえず会話が適当に進むのを待つだけってことが分かったから、うん、ちょっとここおるわ。とりあえずアレスとあの辺は守っといてね。私面倒くさいからこいつ動き止めとこうかな。ずっと奴らと戦わせてくれ。嫌というほどな。はい。この私を裏切ってただで死ねると思う。あなたなんかどうであると関係ないよ。システナを私のために戦うのだ。何よ。はい。オーディン、オーディン、私の邪魔をする。何にもできないからね、あいつ。あいつ、私が時間止めてるから。あ、ロキ出てきたわ。はい。はい。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰。何度倒れる。お、間違えた、使っちゃった。その体が使え。早く死んで。よし、いった。時間もないから武で語れ。うわ、やっぱ強えな。私が滅びるはずがない。やめてこ。いったん撤退で。はーい。言語的に何が分かる。あ、また出てきたロキ。何こいつ。復活。私が倒れればオーディンは何度でも注ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力。もう早倒して。死んだ。早倒して。どっちも終わった。え、終わった。巻き込まれて死んだオーディン。勝手にオーディンを倒すために。これいけたの。大丈夫。分からん。達成ってなった。ロキどもの言葉はつまり。わかんない。え、もう嫌やけど。その瞬間を狙えばいいと。バカ。あ、ロキ、ロキ、どっちも倒したよ。ああ、いけた。飛ばしてくれていいよ。え、いい。うん、めっちゃいい場面やのに。うん、あ、いけた、いけただね。全然倒してないけどな。うん、だって今回来た。ああ、来た来た。60、え、何 68。 全ては私の思い通り。そういうこと。くっつ、えぐ68。えぐ、あ、案内して帰ってグングにいるって言うのやで。激震の魔装って書いてグングにいるやで。だって、え、全部じゃないの。チルグングニルとか。あ、でもこっち漢字表記じゃないんだ。そうやで、あれでグングニルやから。へえ。おじさん51で。おじさん、いや、もうでも68見た後の51強いと思わないね。おじさん、おじさん51やん。なんかね、ええやん。キュービー、ちょっとあのキュービーをまともに使ってみたい。キュービーまだ当分無理だよ多分。いやいや、死ぬもん、レベル上。あ、ランマルの
54。うわぁ、えぐいね。うわぁ、あぁ、待て、あぁ、まあ、戦ってそれより下は全部いらない、分解、以上です。で、うん、ボディもその下からいらない、もうここからその57もいらない、分解もう68しかないでしょ使うの。分解、売却、以上です。もうこれはもうこれしかないでしょ、68しか。ぐんぐんいる。圧倒的に強いよ。なんぼなんだよな、ジンタル。わかんない。80超えんじゃない？怖っ。はい、いただけました。戦場いや、もうええってなった。混沌はいいか。はい、ということでね、姉さん今回いかがだったでしょうか。やっぱ一回死んでまうな。しかも何にやられたの。分かる。私ずっと待っててさあさあやろうっていう時に。普通に私はあのオリジンを倒しようとだけと何と戦って何に負けたのかすらもう分かんないわ。オリジンを倒しよったのにいつの間にか死んでた。まあこれでね、一応主要キャラの武器が変わったのかな。私の方はね、3人揃ってもて、3人とももう持ってるんですよね。あとはキュービーやな。え、キュービーが合体合技だったっけ。え、合体合技がいるんだったっけ。合体神技だったっけ。なんかその、そんなんある、なんかこの前見たじゃん、合体神族。うん、なんか7人でっていう、ああ、あれで700体かなんかじゃなかったっけ。あーあーああ、どれやったっけ。そんなんじゃなかった。ああ、合体神術で400体以上撃破。またレイスを全て撃破と。1個しか達成しないやんこれ。みたいだね。一番難しい。これなんかアレスが異様に強かったとこじゃなかったっけ。ああ、そうかも。なんか倒すのめっちゃ苦労したじゃないの。いや、ここが一番大変やったって。もう私全員同じとこでたまたま同じメンバー入ってたってことね。忠勝と玉尾の前は、これもう無理そうやったらメンバー変えるわ。でも入れとかなきゃダメなんだよ、うん、このユニーク武器、うん、いる人は。いや、まあ入れとくけど、メンバーに入れとくけど。ああ、でも私混沌持ってないわ。今なんか弾の物前入れてたから混沌持ってないわ。混沌のユニーク武器メイン混沌だからね私。え、ストーリーやろか。弾物前じゃないからね、混沌だからね。いや、5章でしょ、多分。混沌のやつは言ってよ。どれよ。いや、わかんないけど。で、うわ、あった。リフと一緒。うわ。あ、まあまあ、ここはそうでもないんじゃない。まあね、まあ達成してるからね。5分以内に敵武将10体、うん。まあ、普通に雇ったらできるってことやな。まあまあそんなに困んないんじゃないのかな。え、混沌行く。いや別に先にあっちでもいいよ。いや、さっき混沌行ってんで、その後にキューブ行こう。どうせなら私玉物前と入れ替えるだけだから混沌、うん、まあオーディンいたらそんな苦労しないもん。呂布5体も時間止めたら勝ちだし。ちょっとこのストック経験値で雪村あげようかな。え、
ちょっと私忠勝にほとんど使ってないよ、ストック経験値。ちょっと71まで上げていい？ちょっと辛くなってきて。だって71とまだ700台だもんね。だってまだ800いかんのやもん。ねえ、800いかんの。私は、私どうなってるの今。91。900いってるやん。体力だけがね、ちょっとまだ800台だけどね。うん、OD の方が強いんじゃないの？似たような前。いや、まだ55だよ。オーディン55だよ。前田刑事の方がいいんかな。いや、刑事は多分、忠勝と同じぐらいのステータスになると思うよ。うんうん、ちょっとあの前田刑事、メインに行こうかな。多分武器、救世ついてるでしょ、刑事も。ついてる。ついてたはず。あ、ついてる。うん、まあ、隣に出てんだけどね、60。ただね、これ枠増やそうと思ったらね、石がいるのよね。希少石がいるのよ。そこで使っちゃうとね、あのキャラが出なくなるのよね。それかな、なんか。だって弱くなるかね、武器。現状ね。現状弱くなるからね。60。でも弱くはなるんだよ、私も。10下がるもん、馴染みがない分。うん、でも3しか変わんないってね。いやー、オーディのこの68がえぐいよ。えぐいわ。馴染みの込みで強くなるから。40やから下がるよ、だいぶ。でやねだいぶ下がるよ。超音とかでもいいけどな。いや、おっさんじゃないの。おっさん57やから。おっさん能力高いからね、言っとくけど。で、たまもの前が、あ、40か。たまもの前もそんな強くないからいいんだけどね。今でも6、え、57か。うん、70とか出たりしていや、58がキャパじゃないのかな。68か。もうその辺使えないって、1だから何にしても1だから、とりあえずもう能力的な問題で無理だって。無理両方。まあまあ武器でゴリ押せないよ、もうこのレベルまで来た29じゃ。まあとりあえず姉さん、今回この辺で締めてもらって、はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニの方がやってます、もうこれが上がってる時だからホワイトデー、ホワイトデーかな、はい、学校という名の迷宮で、私の方がやっておりますアンティルドーンですね、うん、であと全体でやってますオーバークック2の方もね、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらね幸いです。はい、お願いします。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。